うち新しく入ってきたもんだから、よその方が忙しく、うち暇ない。これをどういうかしてね、地域一番手に持っていこうという考え。などうしたらいいかなと考えるわけね。そうすると、ふっと表見るとね、女性が通ってるね。この女性を僕がするようになったら、随分、ね、売り上げ上がってくるんじゃないかなという感じ。帰ってきてね、女性始めていくと面白いことに女性が来るね。で今度は女性が来る、なんでそこに女性が来るようになったかを考えているわけ、ね、そしたらここで買ってしても同じように自分のところにしてもいいスタイルができる、やりやすいのを目指そうと。でもっともっと一番肝心なところに戻ってくると、ただ、ね、儲かるだけじゃいかんよ、何のために仕事したかを考えなきゃいけないね。そしたらお客さんに喜んでもらうための仕事ね、そうなってくると今度は女性を扱うことによって夢が広がってくるわけね、もっとね。そしたらお客さんに喜んでもらうんだったら僕は勉強すればいいわけだと。今はそれ目指して頑張ってるところなんです、ね、このお店に来られたら、まあ、ヘア、フェイシャルエステ、お顔剃りだったりをもうここで全てできるっていう、ヘアのついでにではなくってフェイシャルをしにっていうあのお客様も増えてきたのがすごく嬉しいですね。でも男性の方も勧めやすいよね、エステとかもね。やっぱり若干興味がある方も多いと思うんですけど、ちょっと体験な感じでその顔剃りのついでにとか、なんかこうちょっと取り入れやすい床屋なのに女性メインみたいな、ね、でもそこはやっぱマスターが作り上げてくれたところよ ね。そうそうそう、私たちが今こうやっていこうっていうとしていることが、まあ、ここで一緒にできていることが、それはありがたいね、うん、娘たちもね、僕のやってきたのをそのまま継ぐんじゃなくて自分の作っていかないとね、夢がなくなるんですよ。だから3人が一体になればね、立派なものが出来上がるんですね。